皆さん、こんにちは。ボストンの佐藤洋平です。本日はですね、実はね、アメリカで受けたオーディションについてね、ちょっとこれ、みんなに話すと面白いって言われるんで、調子乗ってちょっと話してみたいと思います。まずね、僕ね、指揮者なんですけど、過去の動画で何度も言ってますが、専攻オーボエなんでね、大学はね、オーボエで入ってるんですよ。で、指揮者になりたくてね、オーボエ始めたっていうのもちょっとあるんですけど、そのせいか、オーボエに、なんかこいつ、あんまり自信持てなかったっていうのがあるんですよ。なのにね、オーディション受けるためにボストンまで来ちゃう同郷があるっていうのは矛盾してるって言われるかもしれないんですけど、ボストンに来て、オーディション受ける前に、そのオーボエの先生にね、ちょっと聞いてもらったんですよ。先生がこう目の前にいて、で、自分オーボエでこうやって、オーボエをこうやって吹いてて、こう先生がこういたら、普通こうやって正面に向かって演奏するのが普通だと思うんですけど、僕知らない間に、そこ斜め、壁に向かって演奏してたんですよ。そしたらね、先生が、どうせね、ここまで来て、またボストンまで来てるんだから、演奏するなら聴いてる人に向かって演奏しなよって言われて、ああ、そうなんだなと、やっぱ恥ずかしさか自信のなさか分かんないんですけど、本当にそういうのは出てたんだなっていうふうに思って、で、もしかしたら気持ちって大事なのかなっていうふうに思って、で、オーディションではね、もちろん僕も多分、これで落ちたらもう応募やめようと思っていたので、もう最後になるぐらいの演奏だなっていうふうに思っていますし、それぐらいの姿勢で来てるつもりだったので、もうね、思いっきり演奏してやろうと、そのふうに言われて、後悔ね。で、当日はね、オーディションの部屋入るときはね、もちろん緊張もしたんですけど、絶対出し切ってやろうっていうふうに思って、もう気合入って行ったわけですよ。そしたら、その審査員に、多分通常いないであろう、ボストン交響楽団の女性初のね、フルート奏者のね、伝説的なね、演奏家いるんですよ。アメリカで天才って言われて、ドワイヤーって、もうすっごい有名な先生なんですけど、この先生、演奏天才的なんですけど、厳しい先生でもものすごく有名で、で、この先生、今日いるんだなって、この先生がいなかったらいいねって話で入ったのに、その先生がいるわけですよ。不緊張もちろんしますよね。もう、本当にどうしようって感じだったんですけど、でもやっぱ、僕は本当、その日最後まで、最後かもしれないっていう演奏でしたから、もうこの先生に嫌われてもいいという思いで、気持ちを込めて、もう技術なんか関係なく、音出るかななんて関係なく気持ちだけで本当に演奏したんですよ。そしたらね、終わったらね、拍手されたんですよ。で、そのドワイヤーさんをはじめ他の方々の先生たちも。で、あれって、もしかしたらこれどうした俺みたいな。なんか気持ちが技術超えたかって思って、で、なんかすごい嬉しくなっちゃって、このね、もし本当に気持ちが出てなかったら、伝わってなかったら、絶対落ちていたと思う。それぐらいそんな上手じゃなかったです、そもそも技術は。だから、なんかそれぐらい音楽って伝わるし、聞く人が聞くと感じてくれんだなっていうふうに思って、すごくなんか本当に嬉しかったんですよ。なんだろうな、すごくこう自分が思っていた以上のフィードバックいただけて、非常に感無量ってこういうことなんだなっていうふうに思いました。でね、部屋出る時に、オーディションドワイヤーもそうだったんですけど、Thank you って言ってくれるわけですよ。そんなの Thank you って言われたら、普通はね、受験させていただいた方ですから、もうこれ会釈ぐらいでいいと思うんですけど、僕なんかわかんないけど、 You are welcome って言ってしまってね、本当に英語のクラスみたいに言ってしまって、それでもちょっと爆笑だったっていうね、オチはある。これが面白いかどうかは皆さんにお任せしますが、それぐらいなんかね、気が抜けたぐらいでオーディション終わった後はそんな感じでした。なので、なんかこう気持ちだ気合だっていう風にね、言う方いらっしゃるんですけど、これ多分ね、僕本当だと思うんです。もちろん日々のね、鍛錬があって、それが成し遂げられることだと思うんですけども、でもこういうこともすごく大事。つまり気持ちが出せるほど日々鍛錬して、いやね、準備をしていくっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。どうだったでしょうか。皆さんもね、そういう経験あると思うので、ぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。ありがとうございました。